これはデモ音声です。写真拡大。10月24日の東京4ラウンド、2歳新は、ダート1600メートル、16頭立ては、一番人気のオメガブルーム、オス、立東、安田翔吾厩舎、父里のアラジンが勝利した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。逃げ馬をピタリとマークして、2番手を追走。株式会社 AI によるデモ音声です。直線で前を捉えると、激しい叩き合いとなったが、ゴール直線でぐっとひと伸び。これはデモ音声です。2着に1馬身4分の1差で勝利した。これはデモ音声です。騎乗した石川祐希人騎手は、正攻法の競馬で勝ってくれた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。優秀ですね。株式会社 AI によるデモ音声です。まだ緩いので、これからどんどん良くなりそうと素質を評価した。これはデモ音声です。現段階のいいところも、課題である面も見えた一戦だったと振り返るのは安田翔吾調教師。株式会社 AI によるデモ音声です。直線でふらつくなど、まだ緩さがある。株式会社 AI によるデモ音声です。それでも、調教で、早いところをやるといい感じだったし、繁盛の合図にも反応する。株式会社 AI によるデモ音声です。ただ、素直すぎる面があるので、と、気持ちが入りやすい可能性を考慮。これはデモ音声です。気持ちのリセットをするために、一旦放牧に出しました。